よし来た。33分ぐらいか。結構待ったな、ここ最近の ID 突入にしては。DPS が来ませんね。結構申請編とか争点編あたりの待ち時間ってのは長かったけど、待ったのどのぐらいだ、1時間ぐらい待ったこともあったかな、昔って。でいつからか早くなったんだっけ。だいぶよし、ムービーあるんだっけこれ、確か見ましょう。だってこれ 4.0 シリーズの最後のダンジョンってことですよね。境界戦線銀利とダーク、一応予習はしてきてるんだけども、どうなんだろうボス戦どうなるかな。なだれ込んでいくと。ははは。あ、ヒエンとユギリもいるんだ。よし。いけるかな。だってこれ 5.0 入って初のダンジョンだからな、 ID だからな。あれ、やっちまったなるほど、まとめるわけですね。まとめ終わったらちゃんと やりましょうこれを。だだだだだだ、なんかこの赤い範囲ってなんか珍しいな、珍しいというか懐かしいな。魔法使っていきましょう、どんどんと。こう来て、かなり緊張してる。まず自分がっていうか、ここら辺ちゃんとやらなきゃ。そうかそうか、まとめたからさっきのやつは無効化されていると、無効化というかすでに効果が切れていると。でこうか、よし。タンクの人ってガンブレーか。で白魔道士さんと、ヒエンか忍者か、忍者さんか。こう来て、はぐれた。いや、ここら辺の道中の攻略ってのは、まあ、例によって見てないんで、間違えた。まあ、一回もいいな。こう来て、で、こう来て、これさ、もう、ほとんどこの画面見られない、画面というか、戦闘シーン見られないんだけど。こっちについてないの、ドットが。ほんとこのアイコンのとこだけに目がいくわ。まあ、それでも特に問題はないと思うんだけども、あれこっちもドットついてないじゃん。っていうかトランスバハムドとかあるんだから、それ使っていかなきゃちゃんと。いかん。僕のレベル的にまだこのなんだっけ、サモンフェニックス、あれは使えないんだよね、このダンジョンの中では。このカーソルが、なるべく近くに寄ってた方がいいんだって、確かここら辺で。これはただ確か3回すればいいだけと、他の人に当たらないように。あれ、違う、間違えた。こうか、こういうことね。本当、ダメだこれ。この下のアイコンばっかり見てるから、敵がどういう攻撃してきているかが全くわからないという時のために、僕はあれをするべきなんですよね。なんだっけ、フォーカスターゲット。しかしそこまでちょっと余裕がないというのが現状ということなのですが、とりあえず敵の前には出ない。そこだけははっきりとしっかりとやっていこう。これはこう来てるからこっちか。どっち。で、これが消えたらこう移動すると。オッケー。だからこれもまたこっち側に移動してってことだよね。
難しい。あれトランスパハムットって使えなかったっけ、まだこのレベルじゃん。あ、僕か。あ、違うわ。これでこう来て、はい。うん。で、そして喋られない、喋られない、こんなん全然。ちょ、タフだぞ、こいつ。こんなに強いんだ。もうちょっと楽にいけるのかなと思ったけど。よし。まあ、でも、うん。特に、難しいというか、そういう感じではないか。まあ1匹目のボスっていうか、ここのボスは2匹目と1匹目と2匹目ってそんなに難しくなかったんですよね、僕の感覚では。3匹目のちょっとしたギミックがなんか難しそうだなという感覚はあったけども、これもまとめるか、うん、まあここら辺もちまちまと攻撃していきながらだな。でここら辺でまとめるのかな。あ、違うんだ。まだまだまとめると、ここら辺に来るまでっていうか、この段階でも若葉でいられるんだ。あ、結構まとめるな。でこう来て、こう来て、こう来て、こうだ。でこれをやりの、こう来て、こうだ。あれ、ちょっと僕は今何をすればいいんだ、うん、で、こうだ。間違えた間違えた間違えた。道中何か喋ろうかなと思って、いろいろこの3ヶ月の間にメモしておいたんだけど、そのメモをちょっと確認し忘れたな。うん、まあ重要なことだけは覚えてる。それはまだこの後に言うけど、今の声はピピンか。あ、ピピンとリスも来ていると。うん、オッケーオッケー。君たちにちょっと頑張ってもらわないと僕がちょっと戦力になってないから今。ここでまとめるというか、ここでいいのかな。うん、でこう来て、こいつにはちょっとこれを入れておくか。でこう来て、じゃ、うん、こんなんでいいんで、いや違うな、とりあえず、あ、ちちちちちち、あれ、なになに、普通の敵でもこんなことやってくるんだ。うん、恐ろしいですね。でこう来て、うん、1匹ずつ確実に。エーテルパクトは今やったらちょっともったいないのかな、わかりません。これなんかさ、自分のドットっていうか、このパーティーメンバーの与えてるダメージが分かるようなツールありますよね。もう他使わないんだけど。あ、ああもうブリードして、ブリードして、うん、あれで見たら僕なんて本当にカスみたいなドットしか出してないんだろうね、多分。やだな、やだな、そこら辺あんま見られたくないな。恥ずかしいな。あ、エーテルパクトしなきゃ。こうやって、こう来て。あ、これ真ん中に入ったら、地中に戻ったらどっかから出てくるわけだよね。あ、この直線上にいてはいけないということだっけ、確か。うん。で、このエフェクトがあるうちはまだここに入ってはいけないと。ははは。OK。こいつも確かね、近くにいたら、あ、いないとダメなんだ。うん。あ、これ使ってないしな。そして今使うのはもったいなかった。これが来たら確か後ろ側への攻撃も来るんだっけ。うん。だからこそ近くにいた方がいいと。あ、今。あれ今助けてもらったってことありがとうございます。あ、ちょっと早すぎだ。で、今僕は前に出ていてはいけないと。うん。うん、よし。まあ、とにかく、わちゃわちゃしてますが、冷凍ミサイル。これなんだっけ、確か四方に攻撃があるんだよね。あるわけだよね。で、こいつは潜ると。あ、まあ、ららら。もったいない。真ん中にいっぱいいた。で、あ、そういうことか。真ん中にいて、冷凍が溶けたら、3回しましょうと。そういうことか。なるほどね。うん。よしよし。で、まあ、これをやって、これをやりの。これか、これ。うん、まあ、どっちがいいんだろう。よくわからないな。
うん、よし。ふぅ。ん？ああ。戦利品、戦利品。これ、全部グリードしてるけど大丈夫か？まあ、ここ来てるような人たちだったらもう、甘く見るなよ。うん、こんな装備はもう、納品するだけなのかな、やっぱ。アイメリクとカムエセンナ、オールスターか。あれ、あれいつ、あいつ、なんだっけ、ラウパンいたっけ、メルウィルと。どっかで出てくるんでしょうか、やっぱ。で、どっかでね、カムエセンナの、間違えた。うん。カヌエの何かバリアに入らなきゃいけないような場所があったんだけど、どこだっけ、間違えた。このタンクさんがターゲットしている敵をターゲットするという基本的なことが未だにできていないというか、頭にはあるんだけどなかなか実行に移せない。あ、こいつかな、こいつがやばかったような気がする。スコラエなんとか、うん、あれ僕にはないんだ。僕にだけないっていうのもなかなかそれはそれで寂しいな。で、こう来て、こう来て。とりあえず、カムエセンナの放つバリアに入り、あれこいつじゃないんだ。あれこいつか、いや、違うな。こんなやつではなかったような気がする。うん。ん？これはまとめるんだ。なるほど。カヌエさん。ってことはやっぱこの周りに何か出てくる人が、うん、いるんでしょうか。ちょ、うん、でこう来て、こう来て、あれ、うん、あれ、うん、違うよね。違うこれじゃない。集中攻撃だ。あれ、ターゲットしてないし、うん、これを今使ったらちょっともったいないような気がするんで、攻撃しろ。とにかく攻撃しろ、まずは。あれ、まだか、まださ、あ、こいつか、多分使うか、うん、あ、この距離減衰がアリーノでその後にか、うん、OK。あれ、これも距離、あ、違うか。ね、間に合え。あらららら。よし。でも、その、なんか必殺技が来る前になんか倒せそうな感じがするけど、そんな感じでもないんでしょうか。あれ、倒せたな。ってことは、こいつ、あ、こいつか。さっきからお前ら似たような色ばっかり出てきやがって。色違いか。うん。ここではこれ使っておくか。うん。あ、で、これに入るわけか。なんかこれに入らなければかなりのダメージを食らうというというような話があったんだけど、でこいつは別に削り切らなくても、あれ、なんか理性が LB を放ってくれるというような話もあったんだけども、それまだ先か。 FA 的な技なのかな、うん、周りに出てくるこの兵士たちはヒエンたちが倒してくれているということでしょうか。あ、ここからか。カネさん、なんかやるんじゃないの。あ、これは違うか。あれ、皆さんどこですか。あ、こっちか。なんで僕だけ離れてるの。あれ、夕霧がやったの今。ということはここじゃないってことか。なんかさっきから僕がもらってばっかりいるような気がするんで、パスしておこう。あれ、コロッサスの必殺技って僕が知らないうちに終わってたんだ。さっきのカムエサンナのところで良かったんだ。で、夕霧じゃなくて、あれじゃん、理性じゃなくて夕霧がやったんだ。ん？やはり先陣を切ってきたか、蛮族の英雄め。赤い、これってさ、あの、階段の時にいた、左右にいたあの女性だよね、多分。なんかこの被り物が違うような気もするんだけども。うん、スタイルがいいですね。あ、ガンブレード。クオだっけ、階級は。100人隊長、上級100人隊長、1000人隊長もいずれかと。あららら。うん。
赤い方から行くんだ、うん、これどうだっけな。こ、いや青が面倒だったんだっけ。違う、こういう時に、うん、あれ、うん、ちょっと僕は今何をしてるんだ。うん、どれだっけな。ん、あ、これ確かさ、ノックバック来るんだよね。剣術魔、剣術魔、剣術魔でこれは確か回避できるはずだったんだよね、このノックバックは。でも僕は今ちょっと行動が遅すぎたと、うん、ここはやばいんじゃないか。ちょっと待って全然頭に入ってこない今の状況が。ちょっと待って、これどうなってんだ、やっぱこの赤はそんな強くない。問題は青か、青の精錬水のタンクか、あれの処理と回避が難しいんじゃ。あ、逃げましょう。これから見にくいやつってのやめましょう。結構そんなに、見づらくはなかったな。よし、これも近くにいた方がいいのかな。ちょっと待って、マジで混乱しててわからない。あ、また余計なこと、これだよ、これのよ、これは確か外周に逃げて一つ目が爆破したら中央によればいいんだ、そしてこうやって逃げてる間も僕はちゃんとこう食らったの今。あ、食らってないか、よし、ならよし、カーソルが見えない、僕自分のカーソルがわからない。僕はどこにいるんだ。あれ、皆さんどこ行った。 あんな近くにいるんだみんな。あれ、どういうこと、あららら、若干混乱しております。まあいつもの話だけど、よし、行った。あ、ここからか。あれ、まだ倒せないな。あ、こっから2人が来て何かリミットブレイク的なものを2人でやるんだっけ。こちらも何かリミットブレイクを放った方がいいんだよね。広範囲の2匹同時に与える、リミットブレイクとなると僕しかいないと思うんで。ん？何何？まあ、これは普通に、ここにいればいいか、特に問題ないよね。よしよし、さあ、ターゲットがまだできないと。ん？そういえばこの2人ってさ、なんかモヤモヤしてますよね。このモヤモヤってあの改造を受けたグリーンワードとかポルドラか、あれっぽくない、なんかそういうわけでもないのか。よし、あ、リミットブレイク打ってくれたんだ。あ、またもったいないこと。あ、まららららら、で、こう来てこうだ、エアリアル、あ、疲れた。やはり殿下を退けただけのことはあるか。時間は稼げた。一時撤退する。あ、煙幕じゃない。長かったな。3ヶ月以上かかったか、ここに来るまで。解放してから。あ、そっか。いや、これは、パスさせていただいて、リップ、あ、遅かった。特に何か見るべきものは、なしと。